気配を見せただけ。
この賞は第7戦と第8戦の決勝レースで最も速いラップタイムをマークした選手に5万円が授与されます。ファステストラック賞を獲得したのはカーナンバー7番ジリアスリコー君の大喜利特選手です。おめでとうございます。プレゼンターは引き続き大会組織委の田中が行います。大喜利選手第7戦で3周目に授与しました1分46秒54にこちらがファステストラックとして授与されました。続きまして、ベストガレージ賞の授与を行います。ベストガレージ賞は、ジェントルマンドライバーとプロドライバーが第7戦と第8戦で獲得した全てのポイントをマシンごとに集計して、最も多くのポイントを獲得したチームの監督に授与されます。ベストガレージ賞を獲得したのは、カーナンバー7、J ギアの澤田徹監督です。さあ、プレゼンターは、大会組織委の田中が行います。ジェイギアはパーフェクトウィングですね。おめでとうございます。さあ、澤田監督ありがとうございました。この後はシャンパンファイトということになりますね。この後はシャンパンファイトです。サケコレクション様ご提供のノンアルコールスパークリングが授与されます。さあ、準備はよろしいでしょうか。準備よろしいですか。参りますよ。